小町ラムラムノリオ全部かぶ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、トニーです。タイです。で、あの今はアマゾンとかで、ま、売られてますね、また、うん、一時期なんかなくなってたみたいですけど、品薄がね、そうずっと続いてたみたいですね。今回開封していくのはアミーボプラスのカードなんですけど、26パック買ってきた。あ、26パック、うん、ということでこれ78枚、コンプできるかな。78枚もあればコンプは可能。8000円分買ったんですね。詳しく言うと8580円、1パック3枚入りの、はい、全50種類。その50種類あるけど、これはね、コンプむずいと思うんですよ。いけるっしょ。いや、無理でしょ。なんで50枚のものを、はい、あれ、手持ち70枚あれば、いや、無理でしょ。なんとかなるっしょ。いや、多分倍買わない、倍以上買わないと。え？いや、もうさ、無理ですって。まあ、でも一応コンプは目指していきますね。目指して、いや目指すっていうか目指せないけど。しか狙って。まあということでね、うん、やっていこうと思います。まずアミーボカードプラスからですね、うん、せーのドーン。最初はね、何が当たってもね、そう、最初はいいんですよ、初対面やからね。そう、あ、かっくん、モーリス・レイコ。あ、うちは辛いな。これ、あの、一パックで被ってることとかあるんですかね。それはない。一パックはないんじゃないかな。ないね、それしてたら鬼やろ。これ見たことないな、モーリス。アーシンド、一鉄、ハリマオ。あ、一鉄。あ、ナンバリングも振られてるんですね、これ初めて。これは嬉しいな。じゃあもうガンガン上げていきますからね。一パック目。はい。タンボ・ジュリア・ネーヤ。ラムール・ノリオ・カマ、カマボコ。後で拾う。かぶった。おお、え、あ、違うのか。あ、そんな感じ。全かぶり。3枚全かぶりするんですか。そんなことあるんですか。あのね、鉄、海苔をかまぼこ。僕はかぶりなしですね、今んとこ。マジで。はい、ナンバーワンから。ボネッサ、マミ、パタヤですね。パタヤって何？パタヤはニワトリ。ハトなんておらんわな。あー、そう来る。アイソントーム、ラムール、パオロ。ラムール、うちのところおるで。え、じゃあ全かぶりっすか。マミーとバネッサ。うわー、ちょっときついな。ポンプは可能、ポンプは可能。もうなんか幸先暗闇になってきておるで。えい、うちなんかかぶりまくりやねんけど。ねえや、かぶってますよ。え、新しい子、イサコ。イサコいない、いないです。ジュリア。ジュリアいないです。あ、いた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 わ。ジュリアいた。なんかうち、パクってるものしか、あ、バグってるもの、え、バグってないですよ、誰も。ヘルツ。パオロ。マーガレット、マーガレットいたぞ。ダリー、ダリーもかぶってない。秀吉。今現在で31種類ですね。31種類、あと20種類。あと20種類、希望はまだある。カックン、モーリス、あー、ダメだ。ダメだ、もうかぶったわ。また秀吉。ラストですよ。うん。小町。小町。ラム。ラム。ノリオ。全部かぶって。全部かぶったじゃないですか。ということで、こちら8000円分購入したんですけど、まあ50種類のやつをね、78枚分か。で、コンプしよう思ったら、あまあまですね。うん。そう。でね、ヤフオフクとかに、まあ、コンプされた2万円の塊。塊っていうか。塊。コンプした人は、ヤフオフとか見てもらったら、2万円で、コンプリートの束がね、売られてたりするんで、そっち買った方がお得ですね。ということで、今回は、この開封動画でした。はい。コンプは無理でしたけど、もうコンプいけると思ったのに。いや無理でしょ。いやさすがに無理でしょ。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画が楽しいと感じたら、高評価ボタンの方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではトニーでした。ジャイでした。またね。じゃあなー。